ご訪問ありがとうございます。こちらが、ユニバーサルスピリット先森研究室の講義会場です。今回は、こちらの妖精の森、第二図書館より、出口鬼三郎、出口直と大元と題して、全5回に分けて特別講義を開催させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。第1回は、出口鬼三郎の誕生から、 高熊山修行までをごくごく簡単に紹介させていただこうと思います。実際はもっと多くの重要な経歴がありますが、ここでは要点だけを紹介いたしますので、あらかじめご了承ください。それでは早速始めましょう。 三千世界の大化け物と呼ばれた男、出口鬼三郎。天と地を丸面として、大鬼が前代宇宙に大活入れるも。今の世に我が大道の中りせば、天地は鬼畜の住みかとなるべし。釈迦公子、エスキリストやマホメット、穴内ナナ教の先走りせし。 このような宇宙の果てから手足が出るような時空を超越した壮大なスケールの歌を読み地球の主催神、国と子たちの御事にして三千世界の大化け物と呼ばせた人物それが出口鬼三郎です彼の生きた時代は国家神道を盾に天皇を荒人神として崇拝し国家が国民の言論と表現の自由を奪い 対外的にも軍国主義に染まっていた大日本帝国が支配する時代であり、現在の日本とは全くと言って良いほど国民の価値観や意識が異なっていた時代だったと言えます。そのため、彼ほどその言動が国家や社会から大きく誤解され、必要に球団を受けた宗教家はいなかったと言っても過言ではありません。実際、1921年に、 第一次大元事件、1935年に第二次大元事件として国家から二度にわたる壊滅的な弾圧を受けているのです。しかし、その一方で、この人物の言動と足跡を霊的に理解する人は、彼の活動こそが当時の大日本帝国の軍国主義の体制をひっくり返し、 現代のような自由な社会を実現させたことを洞察するのです。そして、この出口鬼三郎の活動は、神道においてはスサノオノミコト、仏教においては弥勒菩薩、キリスト教においてはパラクレートス、弁護者、という特徴が、各宗教に精通した人々によって無数に発見されてゆくのです。ただし、 この出口鬼三郎という人物を理解するには、大本の海祖、出口直と、彼女に神がかりした牛虎の根人、国と子たちの御子の存在をよく知る必要があります。そこで、この特別講に、出口鬼三郎、出口直と大本っては、出口鬼三郎と出口直海祖の主だった活動と、国と子たちの御子の仕組みの概要について、 なるべく簡単に解説してみようと思います。破天荒な振動。1871年旧暦の7月12日、丹波国総伝軍穴尾村の農家の長男として、植田喜三郎は誕生します。彼の祖父は沈頭に立つうぶす中身から、たびたび、 上田家の家屋敷をなくさなければ、良い芽が出ないから、と告げられ、晩年は博打に明け暮れ、一家は貧しい生活を余儀なくされてきました。この祖父は、鬼三郎が一歳になる前に、上田家は、古来七代目には必ず偉人が現れたものである。上田家は丸山王居藩の出た血筋で、木三郎はその七代目。あれは、大物になる。 上だけに縛りつけずに、大きくなったら養子にやれ、と家族に言い残して臨終します。その遺言の通り、彼の大物ぶりは少年期からその兆しが見られ、大地に耳をつけて地底の水音を探っては、大人に井戸を掘る場所を教えることがたびたびあったといいます。鬼三郎自身も、私は7歳の時から神がかり状態で、 突然に体が空中に飛び上がったり、人の病気を治したり、人の知らぬことを知ったり、里人から、不思議な子じゃ、噛みつきじゃ、とか、振動じゃ、とか言われたものでありました。私の郷里の老人連中にお聞きになれば事実がわかります。と、語っています。そうは言うものの、その反面で、 口を開けて空に浮かぶ雲を眺めるようなことも多く、アホなのか賢いのか見当がつかない子供だったとも言われていたと言います。一方、祖母からは言霊学を学んでおり、後に当時を改装して、祖母はまた、かの有名なる言霊学者、中村幸道の家に生まれたので、言霊学の造形は深かった。鬼は、 10歳くらいの時から折りり、祖母の口から言霊の妙用を説明されたので、いつとはなく言霊の研究に趣味を持つようになり、三夜に住まって傍らに人の裏布を考えて、力いっぱいの声を出して、あ、あ、お、う、え、いい、と交渉しておったのである、と語っています。さらに、少年時代について、 鬼は子供の時から老人の友が多かった。いや老人を友としたのだ。つまり彼らから、経験から来た知識というものを吸収しようと思ったからである。老人を友達に持つことは、鬼の処生法の一つであった。とも語っています。鬼三郎は、病気のために9歳になってから小学校に入学しますが、人並み外れた記憶力と天才ぶりを発揮して、 その遅れを取り戻し、他の生徒たちを追い越して行きます。13歳の時に、担任教師の漢字の読み間違いを指摘したことで、教師の逆恨みでひどい仕打ちを受けますが、鬼三郎は人文を刺した竹の棒を教師の腰に突き刺してこれに応戦します。結局、これが原因で鬼三郎は退学、教師も退職という処分が下りますが、 かねてから校長に才能を認められていた鬼三郎は、そのわずか二日後に、代用教員として採用され、図書館の本を片っ端から読破するなどして教師としての実力を発揮してゆきます。しかし、年上の教師たちの嫌がらせで、一年後には辞表を提出してしまいます。その後、農家への奉公、家の手伝いを経て、 牧場で働きながら牧畜と獣医学を学びます。こうして、ついに自ら牛を飼って生乳館を発足し、牛乳配達をして生計を立てるようになります。反面、彼は赤ん坊気楽のペンネームで、教科やド,ドイツの創作や、落語や浄瑠璃に興じます。さらに、多情多根差を発揮して、 美州を問わず異性を誘ったかと思えば、強い正義感と人望が災いして、荒くれ者たちとの喧嘩で瀕死の重傷を負うなど、決起盛んにして破天荒な青春時代を送ります。高熊山の修行、1898年、27歳になる年、 彼は紳士に導かれ、故郷の高熊山の岩屈で一週間の修行を行います。彼はその時のことについて、霊界物語の発端の中で、次のように口述しています。自分が明治31年、旧二月9日、紳士に伴われ、丹波穴尾の霊山、高熊山に、一週間の霊的修行を終えてより、天岩通、 天智通、自他人通、天元通、宿命通の対応を心得し、神明の協議をして、今日ありに至らしめたるについては、千変万化の波乱があり、十王無限の曲折がある、と口述している通り、高熊山での修行によって、驚異的な霊能力を獲得します。彼を霊界に導いた神史は、 富士千言神社の祭神、この花咲や姫の使いで、松岡不養仙人と名乗ります。そして、後に、鎮魂鬼神宝の同志、長沢勝立の佐庭によって、この守護神が、スサノオの神の分け見玉だと判明することになります。松岡紳士は、鬼三郎を霊界に導くと、彼の魂は富士山、水上山に始まり、 天国、地獄、中海を探求することになります。玄関の高熊山の岩屈で、一滴の水を口にすることも許されぬまま続いた、この一週間の修行は、二時間の限界修行と、一時間の霊界修行が繰り返されますが、鬼三郎自身は、一時間の霊界の修行の方が十倍苦しかった、と、 その霊的修行の過酷さを表現しています。鬼三郎は、この時の霊的進歩について、例えば、幼稚園の生徒が大学を卒業して、博士の地位に瞬間に進んだような進歩であった。過去、現在、未来に到達し、深海の費用を基地しうるとともに、限界の出来事などは、数百年、 数千年の後まで自質し得られたのである、と述べています。この一週間の修行を終えた後も、実家で7日もの間、意識があるものの身動きができない、床縛り状態となり、同年の5月には第2回目、1902年の初夏には第3回目の修行があり、その度に霊界の見分は広く深くなってゆきます。 最初の修行を終えて間もない1898年の4月、ウブスナのおば神社で有罪中に、彼は、一日も早く北西の方を指していけ、お前を待っている人がある、という神事を受けると、故郷の穴尾からあやべの方向に旅に出るのです。 出口直の生い立ち、大元の海祖、出口直は、1837年の旧暦12月16日、丹波国福知山の貧しい大工職、霧村五郎三郎の長女として生まれます。1837年の日本といえば、全国的に大飢饉が起こり、民衆は上と貧困のどん底に苦しんでいた時代です。また、 事故の体制の保全と上層階級のことばかりを考える支配権力に反抗して、多くの農民が全国的に百姓一揆を起こしていた時代でもありました。彼女の父は早くに亡くなり、寺小屋で読み書きも習わぬまま口べらしのために11歳で奉公に出されます。なおはこうした時代を生き抜き、後にこの頃を改装して、 この世にまずない苦労をいたしたと語っています。1853年、17歳になった彼女は、綾部に住むおばの出口百合の幼女となりますが、半年ほどで福知山に帰ってしまいます。しかし、このことが子供がなかったおばのゆりに対する親戚からの仕打ちを一層強め、 ゆりは49歳の若さで自殺してしまいます。それからというもの、自殺したユリの霊が寝ているなおの枕辺に現れるようになり、激しい恨みと無念の感情をなおにぶつけるようになります。これを恐れた彼女は、1855年に再び綾部に戻ることになります。その年の3月、 19歳のなは、中筋村の大工職、四方豊介、後に出口正五郎に改名と結婚しますが、正五郎は仕事の評判は良かったものの、8人の子を抱えていたにもかかわらず、金遣いが荒く、次第に経済的に行き詰まっていきます。そして、彼女が51歳の時、正五郎が他界してからは、 収入が全くなくなり、自らくず買いなどをして、当時としても最低賃金の仕事に励んで、生計を立てざるを得なくなります。こうしてなおは、またしても貧窮のどん底で苦しむことになるのです。末娘のす子、後の大元二代教主、鬼三郎の妻は、当時を振り返り、教祖さんがこたつに持たれて泣き、 わしは何という強人であろう、地獄の釜の焦げ起こしじゃなぁ、と、独り言を言うていられたのを、子供心に悲しかりた、と、語っています。しかし、なおは少女時代から信仰心が厚く、貧困生活の中にあっても神を祭り、仏を供養して感謝することは決して欠かさなかったと言います。 ウシトラの懇人の神がかり。1892年の旧正月、元旦、なおが57歳の時、気高い神によって展開に導かれ、一条の光を額から吹き込まれる夢を見ます。これを機に、同じ夢をよごと見続けるようになり、ついには激しい神がかりとなって、 腹の底から玉のような厚い塊がこみ上げたかと思うと、この方は、牛虎の懇人であるぞよ。これより、ナオの肉体を、ご用に使うぞよ。と、大将のような声のおたけびが発せられたのです。そして、この牛虎の懇人の発端の真事は、次のような凄みに満ちたものでした。三千世界、 一度に開く梅の花、牛虎の懇人の世になりたぞよ。梅で開いて、松で収める、神国の世になりたぞよ。日本は神道、神が構わないけぬ国であるぞよ。外国は獣の世、強い者勝ちの悪魔ばかりの国であるぞよ。日本も獣の世になりておるぞよ。 尻の毛まで抜かれておりても、未だ目が覚めん、暗がりの世になりておるぞよ。これでは、国は立ちてはいかんから、神が表に現れて、三千世界の建て替え、立て直しをいたすぞよ。用意をなされよ。この世はさっぱり、さらつの世に変えてしまうぞよ。三千世界の大洗濯、大掃除をいたして、 天下太平に世を治めて万古末代続く深国の世に致すぞよつまり心霊界名誉界現実界を合わせた三千世界を牛虎の懇人をはじめとする初心によって強い者勝ちの悪の世から善と誠の神の世に立て替え立て直しすると宣言したのですそして なおはこの神に命じられ、13日間の絶食と、75日間の根津の水行を行います。さらに、1893年には、こうした言動が誤解を受け、放火の犯人と疑われたことで、真犯人が捕まるまでの40日の間、座敷牢に閉じ込められるなど、過酷な日々を送ります。なおは、 その老中で大声で叫ぶのをやめるよう、神に頼むと、それでは筆を持て表と命ぜられて言う通りにすると、文字の読み書きのできないなおが、神に自動書記で文字を書くようになったのです。こうしてひらがなと漢数字で書かれるようになった、神のお告げは、筆先と呼ばれ、1918年に彼女が昇天するまでの27年間に、 綾部の黒谷の和紙20枚綴りを1条として約1万条も書き残されたと言われています。この筆先の原文のままでは読解が困難であったため、信者に対して誤解がないように、後に出口鬼三郎が漢字を当てて再編し、大元真友として発表されることになります。その一方で、 なおに牛虎の懇人が下ると、病気が併憂したり、日清戦争の予言が当たるなどしたため、綾部の懇人さん、としてその霊言が次第に世間に広まります。しかし、多くの人々は、おかげ信仰や、ご利益主義といった下心を持って、なおに近づき、根高教の不教師もなおに関心を寄せるものの、彼女の霊力、 辛抱を不況に利用するのみで、牛虎の懇人の筆先の真意を理解するものはなく、なおは焦りと落胆を繰り返すことになります。そうする間も、子供の生活のためにくず拾いの仕事を続けなければならない彼女の生活は、一向に楽にならなかったと言います。しかし、1892年1月1日の筆先には、このこと、 分ける御霊は、東から出てくるぞよ。この恩方がおいでになりたら、さっぱり日の出の主語となるから、世界中に新徳が光り輝く、神よになるぞよ。と書かれていたことから、なおとその子供たちは、この東から来るとされる人物の登場を待ち望むことになります。 植田喜三郎と出口直の出会い。こうして、神のお告げによって北西に向かって旅に出た植田喜三郎は、1898年の夏、出口直の娘の福島久を通して、初めて東から来る人を待ちわびていた出口直の存在を知ることになります。そして、この年の10月8日、出口鬼三郎は、 出口直と面会することになります。出口鬼三郎が27歳、出口直が60歳の時でした。二人は翌年の1899年に再会し、この時から上田喜三郎は、あやべで活動することになると同時に、牛虎の懇人が3000年をかけて準備してきた神の仕組みが、本格的に幕を上げることになるのです。 翌年の1900年には、筆先の進定によって鬼三郎は、奈緒の娘、住子と結婚することになります。ただし、牛虎の懇人、国床たちの巫事は、どうして彼らを神の仕組みに導いたのか、という問いについては、筆先には、何事も人民の目に見えず、耳にも聞こえぬ、神の仕組みは、 人民の履行や、学や、考えでは、分かりはいたさんぞよ。とあるように、究極的には、人間には到底理解できない、深海の深く、難解な仕組みであると、牛虎の懇人は告げるのです。そして、筆先の通りに素直に言動することで、御霊を水晶のように磨かなければ、 かえって神の仕組みの邪魔になるとさえ警告するのですから、普通の人には手に負えない存在であったのです。しかし、この子と分ける御霊は、東から出てくるぞよ。という通り、植田喜三郎によってこの牛虎の懇人の太古の因縁が、徐々に明かされてゆくことになるのです。以上。 今回は出口鬼三郎と出口直が神に導かれて出会うまでの生い立ちについて取り上げました。次回はこの二人を導いた牛虎の懇人と出口鬼三郎と出口直の太鼓の因縁について検証していきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今後も応援をよろしくお願い申し上げます。